東京 FM ジャパーネックレディオパワードバイ EMTG ミュージックを機能皆さんこんにちは、ベースです。ボーカルギターの大瀬です。ギターの須田です。ベースの辻です。ドラムの鈴木です。はい、この度ですね、我々ベンサムは3月30日に行われます渋谷 WWW にて行われますジャパニックレディオの番組イベントですね、はい、東京 FM ジャパニックレディオライブパワードバイ EMTG ミュージックボリューム4への出演が決まりました。イエーイ、ありがとうございます。じゃあ会場はですね、感覚ペロ、はい、リリリミット、はい、はい、リリリミット、はい、その回、え、うん、もう一回やって、リリリリミット、おいおいおい、おいおい、カンカンカン感覚ペロ、ないないない、全然ない。いや本当にね、2バンドとも仲2バンドともすごい仲いいんですけれども、なんか当日楽しみなこととかありますか？どうですかね。いや、だいぶジャンル幅広いイベントになるんじゃないですかね、うん、なかなかこの3組でのスリーマンは今までないですもんね。ないないね。リリリミットも、うん、あの結構進行があるんですけども、はい、最近やってなかったんで、はい、どういうライブ、うん、楽しみなのかっていうのも個人的にも楽しみだし、赤、うん、ピエロはね結構最近絡んでいたので、うん、とても楽しみですね、僕としては。はい、タカさんどうですか。いや、もうブツーすそんな我々ベンサムなんですけれども、昨年末にですね、なんとメジャーデビューを発表いたしましたね。よっ、ね、よっよっ、今最もノリに乗っているかどうか分かりませんよ。分かりませんがですね、いや本当に素敵なライブをやってね、ボリューム4、うん、ボリューム5につなげるためにいいライブしていこうと思いますので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではベンサムの大瀬と須田と辻と鈴木でした当日よろしくお願いします。はい。